サブチャンネルですよ。こんにちは。イエーイ。福丸ちゃん。どうやってやるの？福丸ちゃん。福丸ちゃん。はい、今週のちょっと、はい、今までうーくんが行き来するっていう状況だったの、ギャラス状況だったのを今はね、私が行き来するっていうようにするして効率よくしてるところでございまして、今週も岡崎へ子供たちを一回集合させて、で福丸と一緒に東京に帰ります。今日はこれから。なんでイルマつけてんの？イルマつけて、1212ってイルマつけて、ポンスも福丸に会えてとても嬉しそうです。何ですかその顔は。でポンスもうちょっとで幼稚園始まるから、これが最後の岡崎滞在かなって感じです。あーちゃーん、別に嬉しくないし。何そのツンツンしてんの？別に嬉しくないし。嬉しいの？ちょっと触れてるよ。別に嬉しくないし。嬉しくないって言われた、ポンス。うーくんが嬉しくないって言った。嬉しくないって言って足をこうやってやってくる。そこまでしなくても。ありがとう。ありがとうね。甘かったな、その攻撃は私には効かん。なんかすごい岡崎の家がかっこよくなってるんだけど。岡崎の家に飽きすぎて、もう家具を一新してます今。ね、なんかすごいいろいろ変わってる。まあぐっちゃぐちゃだけど相変わらず、ちょっとね、あの改装期間なんで、ぐちゃぐちゃですけどね。なるほどね。まあこんなものが家にあるとこはないね。こんなものが家にあるのは見たことがない。このこいつね、こいつ、こいつね、すごく邪魔。しかも夜見るとすごい怖いし。名前つけてもいいよ。あべっす。なんだろう。いや、もう怖くなっちゃったね。あー、名前つけるの怖かった。怖いよね。怖い。すぐそうやってあーちゃんに何か一発ギャグみたいなの求めてきてるさ。振りみたいなのしちゃダメなんだよね。やだ、怖い。いやー、どうですか行き来スタイル。行き来スタイル。嘘でしょ。びっくりした、今痛い。やめてやめて、怖いから。柔らかいからいいけどさ、ダメだよ本当は。別行き来生活ね、楽しいよやっぱ。うーくんこれを今までずっとやってたんだなって思うと、ありがとうって思う。逆になってるね。福丸さん、最近の岡崎生活どうでした？岡崎生活どうでしたか？お兄さん、岡崎生活どうでしたか？俺？そう、福丸と。すごい。見て。忙しい。お母さん言ってくれたんでしょ、もしかして。のしこさん。のしこ。のしのしと歩くで有名ののしこ。のりこさん。巨人ののしこ。のっちゃん、のっちゃん。ん？のっちゃん。まあ、よう見てくれましたよ。ありがとうございます。はい、やっぱ、福丸の方が夜が大変だよね。まあ、風呂はやって、俺がやって。1回ぐらいは俺がミルクやってぐらいだね。あとはもう外出ちゃってるから俺は。そっか。なんか今ティーバッグみたいになってる。くるるるー今みたいぐるるー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 いくよ、いくよ、ぐるるるマイケル、サラ、なんだ、はけていった、グルーリー、スコフィール、スコフィール、
俺様の名前はコールファイファー。スクルーリー。スクルーリーは。スクルーリー。ポニョブネモ。で、今回はポンスを置いてプクマルを持って帰るということですね。そうです。プクマルさん明日撮影の案件入ってるんで。そんなことある？プクマルみんなに久しぶり言わないと。みんなに久しぶり言うて。こんにちは言うて、こんなに言ってました、言うてもろて、ほら見てこれ、これ見て、パンパンの足、これ見て、これパンパンの足、ちょっとさポンス一回話して、見て、ご覧いただけただろうか、強靭なこの愛を、4歳とは、ああ4歳じゃないや、4ヶ月とは思えないこの強靭な、4ヶ月パワーパン、もうあと2日で5ヶ月じゃん。次の1週間は福丸とあやなんコンビが東京でございます、うん、やっぱ嬉しい、兄弟揃うと。ちょっと幼稚園始まるまではさバラバラになっちゃうけど、兄弟兄弟、これが兄弟ってもんだよ。家の中が汚すぎー、どんだけー、うんわー止まらないのは私の汗、動けない、はい動けない、はい、パパいいね、パパ言っていいね、負けじゃない、負けじゃない負けじゃない、ひえ福丸、ひえ、なんでやねん、なんで私にやんねん。じゃあ岡崎生活を少し今日は回していきましょう、うん、岡崎の家が大改造されています。まずこの寝室がね、すごいなんかぐちゃぐちゃになってるんだよね。なんかすごいの、もう手の付けどころが、付けようがない。ねえ、うーくんがうざい。何？もうさあ、なんで今それやんの、もう。え？二の腕がプルプルする。もうやばい、マジで。めっちゃ重い、これ。あ、もう二の腕の限界が来ている。早くしてくれ。ちょっと待って。あーちゃんの方が辛い。ちょっと待って。俺がこうやってネジ回す。おっと。やばい。やばい、足元が回っちゃった。怖い怖い怖い。俺がネジを回す方が繊細な作業。繊細な作業。繊細な作業。笑わせないで。笑わせないで。早く次次次次、もうネジ貸せよ、ネジ私に貸しときな。もうじゃあ意味ない、話していい一回、話せよ、おめおめ、ちょっと あここはめて、ここにはめて、ここにはめるやれよ。どういうこと、こういうこと、ちくわ、ちくわ、ちっちゃい透明なちくわ上に、うん、ちくわ上ね、これ上下ある、先にはめる、上下ある、ない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 、なんかシュンってなってる方が、うん、挿入口。あ、やばい。ちょっと、ちくわセッティングしたから、あーちゃんと押さえとくから。おっしゃ。回して、おっしゃ。あ、やばい、ちくわ落とす。やばい。ちくわ。ちくわ落ちてた。ねえ、探して。探して。どこも。どこ。ちくわ、ちくわどこ行った？透明すぎ。待って待って。え、マジでない。ああ、どこ行った？何が落ちた？
今度。ネジ。地区発見。あった。地区発見。ネジどこ？重すぎるこれ。一人だと。ちょっと待って。はい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 。はい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 。ああもう。どこよ。早くし、早くしてくれ。サラ、頼りにしてるぜ。私はサラでもあんたはマイケル・スコフィールドではない。今絶対にネジとちくわ1個ずつ置いてる。どこ？来た、ちくわ発見。あ、私いらないよね、そんなこと。いる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 。いる？一応持っていて、安全のため。マジで疲れた。私はもうすぐ行かないといけないんですよね。今ね、柴犬のパパとあのポンスがイオンに遊びにガチャガチャしに行きました。ということで。本日のサブチャンネル、ここで終わりになります。皆さんご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。久しぶりにプクマルに会えて、ポンスとプクも一緒に遊べたので、一旦解散です。じゃあねー。つけ終わったー。じゃこれだけつけて、せーの、うわうわ軽い結構。